はい、皆さんこんにちは。スポーツドクターの岩井優作です。本日は皆さんからいつもですね、健康診断の際にいただく質問について共有していきたいと思います。本日はですね、脂質異常症、油ですね、脂質異常症についてのことですけれども、LDL の値が高いということがよく質問されます。でですね、今までは LDL の治療法について例えば卵を減らさないといけないとか、そういったことが言われてきました。私も小さい時から言われてきて、1日卵は1個までとか言われてきましたね。ですけれども、最近の研究では食べているそのものっていうのは体にある LDL の量に、さほど影響はないというような予測が出てきています。それではどういうふうに LDL と向き合っていけばいいかというと、最近の研究では LDL と HDL、 悪玉コレステロールと善玉コレステロールの比によって、そのお体に与える影響が違ってくるということが分かってきました。血管がこのようにあると仮定していただくと、善玉コレステロールがこう来る。で、その善玉コレステロールは血管内に沈着している、動脈硬化の原因となる脂質を取り除いて肝臓に持っていってくれる。で、その反対に悪玉コレステロールは、その動脈硬化の原因となる油分を血管内に置いていく。いいやつが運ぶ、悪いやつが置いていく、このやり合いの中で、血管内の動脈硬化の進み度合いというのが決まってくるというふうに言われています。ぜひこの LH 比、この LH 比という言葉を Google で検索してみていただければと思います。 Wikipedia に素晴らしい、回答が書いてありますし、他のサイトにもいろんな説明が載っています。ではこの LH 比なんですけども、要は HDL が、善玉コレステロールが多ければ悪玉の効力を弱めることができる。このね、悪玉を減らす方法っていうのは、研究結果では分かってないんですけれども、善玉を増やす方法っていうのは研究結果で分かっているんですね。それはやはりキノコとか魚とか海藻とか、体にいい食べ物を食べるというのもそうなんですけれども、もう一つ重要なのがやはり運動になってくるんですね。運動、他の動画でも話していますけれども、私の場合は筋力トレーニング、そしてややきつい、ちょっときついというレベル以上の、ジョギングやスポーツ、それにヨガやセルフケア、マッサージ、セルフマッサージ、セルフストレッチ、この3点セットが私にとっての運動です。決してウォーキングではありませんので、1日1万歩伝説に皆さん騙されないようにしてください。この運動によって HDL の、善玉コレステロールの値は上がるということが分かっています。なので、いい食事と運動によって善玉を上げることによって LH 比を減らすということをぜひトライしてみてください。本日は脂質異常症、LDL コレステロールについてのお話でした。ご清聴ありがとうございました。